今日は私たち新規採用職員が福島市役所に潜入取材に行きたいと思います。福島市役所では一体どのような仕事をしているのか、それでは行ってみましょう。まずは情報制作課で行政職のお話を伺いたいと思います。どのような方が働いているのか楽しみです。それでは行ってみましょう。現在荒木さんが担当している職務内容について教えてください。はい、私は職員が一般業務で利用するパソコン等機器やネットワーク環境、庁内情報共有ツールの管理など主に業務環境の整備を行っています。また公共 Wi-Fi や公式 LINE や SNS、 福島市が発信する新しい情報システムの多くに私たち情報制作課が携わっています。仕事のやりがいや良かったなと思うことはどんなことですか？はい、私は IT の知識など継続的に専門的な勉強が必要とはなりますが、ネットワーク環境の構築の知識など知らないことを学ぶのは自身のスキルアップにもつながっていると思っています。私たちのミスが職員の業務の妨げになってしまうためプレッシャーもありますが、業務環境を少しでもより良いものにでき、職員の方から感謝の言葉をかけてもらったときに良かったなと思います。情報制作課の職場環境について教えてください。はい、情報制作課は上司部下関係なく誰にでも相談しやすく、積極的に意見交換ができる雰囲気があります。また業務上全ての部署の人とやり取りをするため、様々な人と関わりながら仕事をすることができます。最後に福島市役所の好きなところを教えてください。はい、福島市役所の好きなところは優しい人が多いところです。たまに優しすぎるんじゃないかなと思ってしまうような人もいます。また上司や先輩後輩はとても話しやすい人が多く、一生懸命働いている姿を見ると自分も頑張ろうと思います。こちらではこれからの地域サービスに欠かせない IT に関する業務を担っているんですね。年齢や役職に関わらず相談しやすいという職場の雰囲気が働きやすさにつながっていることが分かりました。荒木さん、ありがとうございました。続いては子ども家庭科で専門職のお話を伺いたいと思います。こちらの保健福祉センターで働く南さんにお話を伺います。それでは早速行ってきます。現在南さんが担当している職務内容について教えてください。はい、福島市では4ヶ月児、10ヶ月児、1歳、6ヶ月児、3歳児を対象に健康審査を実施しています。私は主にこの健康審査の事務を担当しており、スムーズに検診を運営できるよう企画運営等を行っております。また地区担当の家庭訪問を行い、妊娠期から子育て期までの母子のサポートを行っています。仕事をしていて良かったなと思うことは何ですか？はい、家庭訪問や検診などで継続的に関わっているお子さんの成長を保護者と一緒に確認できることはとても嬉しく感じます。お子さんの成長は早いので久々に会うととても成長していて驚くことも多いです。業務をする上で普段心がけていることは何ですか？はい、現在は事務を担当しているのでデスクワークが多いのですが、来所されるお客様が多い係なので、申請などの窓口応対や相談対応もしています。そのため相手の理解を確認しながらゆっくり話すことを心がけています。最後に福島市役所の好きなところを教えてください。はい、福島市は平成30年に中核市となり、中核市ならではの様々な業務を経験することができます。また先輩や同僚はとても優しい人が多く、とても仕事がしやすく楽しく仕事ができています。福利厚生も充実しており、子育てをしながらでも働きやすい環境です。福島市のお子さんの成長を保護者の方と共有できるとてもやりがいのある職場だと感じました。働きやすい環境も魅力的ですね。南さん、ありがとうございました。続いてレポーター佐久間が小畑市長へ突撃インタビューしていきたいと思います。それでは行ってきます。市長はどちらにいらっしゃいますか？市長はあっちの方に来ましたよ。ここは
もういい、うん、市長こちらにいらっしゃったんですね、うん、ぜひ取材させてください。そうだった、じゃあ そこでやろう。ありがとうございます、はい、川田市長、福島市の魅力を教えてください。はい、やっぱり都市とね、豊かな自然、特にあとまた、小関裕司さんに代表されるような豊かな文化もありますし、そういった面で非常にこう暮らしやすいというのが福島の魅力だと思います。市長、福島市はどのような人材を求めていますか？福島市は震災から復興し、災害やコロナを乗り越えて世界にエールを送る街を目指しています。これから世の中は大きく変わってきます。その点ではぜひそのチャレンジ精神が旺盛で柔軟でやる気のある人を我々待っています。皆さん待ってます。小畑市長の福島市に対する熱い気持ちが伝わってきました。私たち職員も福島市のため、市民の方々のために熱い気持ちを持って働き、福島を未来につなげていきます。小畑市長ありがとうございました。よし、みんな頑張ろう。以上、福島市役所潜入レポートでした。福島の未来を一緒に作りませんか？お待ちしております。